運転手に勧められ着いたのはこのお店。朝食が有名なお店のようです。新路に住むか。へえ。うわ、なんか賑わってるね。一笼小笼蛋包，一笼小笼蛋包。一个十五块，什么大的？是小笼。啊，没有，啊。大的。这个一个。外的这边吃。这边吃。老盘子。啊。一个就好吗？一个就好就好。谢谢，往里面买单。好。哦。做了吗？这个。快到。どれがいいかな。あ、次。夹葱饭。あ、あ、次が、うん。那个不用盘子。あ、不用。はい。好、谢谢。あ、谢谢。お、これ、这个什么？小饼。小饼葱蛋。あ、小饼葱蛋。对。小饼葱蛋。这个豆浆，豆浆啊，豆浆，豆浆，豆浆，哎，吃，这边这这边吃，好。啊，对，就这样子装的，啊对，哎这样，哎，四十七。啊，四十七啊，好。谢谢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 肉汁はすごいな。あのじゅわっと出てきて、で白菜のねシャキシャキと甘みがある。それから豚肉の甘み、ネギの香ばしさすごいね。シャキシャキシャキってね、口の中で音がして。これ野菜たっぷりだけどね、健康的で、うん。あの朝には本当にもってこいかな。あんまりこう、まあ、肉も入ってるんだけど重たくないというかね、あっさり食べられて美味しいこれ、うん、肉汁がすごい。やっぱり野菜の甘みとねよく合うんだねこれが、うん、これがシャオピン。中に卵入れたんだけどね。のシャオピンのパイ生地みたいな感じとね、卵の食感がすごくマッチしてるし、基本的に薄味だけど。伝統的な朝食と聞いてやってきたのですが、これだけのボリュームですから朝食というよりはもはや立派な昼食ですね。生地のほんのりとした甘みがすごくね、卵と合うんだよね。これが父ちゃん豆乳、これも美味しいという話だったね。
あ、ほんのりと甘くて、豆乳のね、豆の大豆だろうね、味わいがふわっと広がるんだよね。あっさりで、これはタンパオとシャオピンとすごい合うね。これが台湾の、まあ、伝統的な朝食のスタイル。贅沢だわ。値段もそんなに高くないし、こういう朝ごはんのスタイルから一日を始められるんだったら、すごいいい気持ちで毎日はスタートできるよね。結構ね、台北に比べると道を渡りやすいんだよね。味わい深い、これは。うん。这是什么？这个鱼松。鱼松。哎，这个。那个小黄瓜。啊，小黄瓜。哎，小黄瓜。这个什么肉？这个肉燥，这个是贡丸。啊，贡丸。啊。猪肉嘛。蛋，哎，鸡。啊。猪。猪肉。猪肉。猪肉。啊。猪肉。这个四鲜蛋。豚の腸、腸のコリコリとした食感が、臭みもあんまりないし、へえ、スープはあっさりとしてる。日本の福岡でいうと豚骨ラーメンってなんだけど、それを薄味にしたような感じで、豚の出汁が出てるんだよね。ホルモンも薄くてね、シャキシャキとコリコリが、この歯ごたえが美味しいよ、うん。いやー、ここはもち米のシャキシャキ感もあって、ミーカオちゃんって言うんだけどね、もう昼ご飯には最適な場所やね。いやー、なんかお腹がもう満足。マッツの台湾食べ歩き。まだまだ食べ歩くの？そうです、まだまだ食べ歩きます。